はい、星野文香です。あ、違った、リグちゃんです。いや、閉めるな。はい、あのね、最近シリーズ化してる初心者がちょっと滑るようになったら、ちょっとこんな遊び方あるよと、こういうのやったらいいよっていう遊びをシリーズ化してるんです。それの第3弾ね、やろうかなと。前やったのが片足に乗ってくるくる回ってみようぜとかってやった。それに上下運動っていうのをつけてみようと。実際どういうのやるか、あ、実際やってみよう。とりあえずやでね、でトライ、でトライ。はい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 、前やったら多分回るっていうのやったら多分簡単だと思う、うん、こっち足も逆に片足乗りながらこれで乗ってみる。ポイントは回ってる時に下を見ない、水平に回って、山川見た時にやっぱこうちょっとシャドウの方見ちゃうんですよ、うん、じゃなくてちょっと上滑ってる人たちを見るみたいな感じ。そしたら安全確認もできるし、自分の事故もぶれにくいからすごくいい。これを混ぜてグラッと、じゃあ例えばこうで乗りながらって感じで混ぜてみる、うん、で別に止まっちゃってもいいから、最初はね止まっちゃってもいいから、とりあえず回りながらジャンプしてね、はい、片足でね、上限運動これね、慣れてくると素振りっていう風に遊べる。でいきなり回すの大変やから、最初に片足に乗ってぐるりんって回してからパンって走った方が結構意外と楽に回ってる。で、目線を水平に回す。意識することは片足に乗って伸び上がるだけ。ね、多分前ハウツーで説明したから、多分この辺に出てると思う。それを見て意識してやってみて。っていうだけのやり方。これですごい結構ね、遊びの幅増えると思う。片足でくるくるからの伸び上がる。レッドファルコンもやってみよう。レッドファルコンやってみるか。うん。片足でくるくる回る。そうどっちでもいい。足はちょっと待って、んそんなにプレスしてないんだけど簡単に回ったでしょ、うん、でそんなに勢いづけて乗らなくても、その外の方に乗ろうとかっていう意識しなくても、普通に足元ぐらいでパーンって伸び上がるだけでいけるでしょ。でグリップをもうちょっと意識できれば、もっと多分すごい回転が生まれると。そうあのそこにエッジングとかっていうのを入れていくと、どんどん弾きの高さとかも変わってくるけど、とりあえず慣れるまでは片足でどっかのタイミングで、そうそういう感じ。別に片足はどっちでもいい。で、慣れへんとき、その足でそのまま弾いてもいいし、足を乗せ替えて弾いてもいい。そう。で、今、下見てるから、多分安定してるから。あ、逆にちゃった。下を見ずに多分やった方が。あ、そっか。スキーヤーを見る。そう。後ろの滑ってる人たちを見るって感じで、やったら多分、結構楽に回れると思う。そんな感じ、おー、スムーズ。で、そのまま、あ、そんな感じ。最後、アンディでもいいと思うし、乗せ替えて弾いてもいいし、そのままの足で弾いてもいい。そのままの足で、あ、いい。おお。これアンディですね。そう。これすごい簡単でした。これグラトル教えるときすげえ楽じゃないですか。へー、でもやっぱスキーを見るっていうのはめちゃめちゃ大事だと思います。そう、あと目線が落ちないのめっちゃ大事。あとイグちゃんとか後ろに見てもらって、イグちゃんと目合うようにすると比較的失敗しないかなっていう、うん、ありがとうございました、ね、星野文香でした。勝手に締めるちょっと最後なんかいろいろ遊びながら滑っていこう。はい、ほい、純正だ。アンディしない。なんかちょっと回しながら落ち着いてから、うんうんうん、落ち着いてから、ポッて感じ。あー。アンディしないやっぱ難しいな。練習しよう。っていうことでね。とても分かりやすかったです。これ良くないですか？良い。だから前やった片足に乗る。で、片足に乗る慣れたら目線を回してみるっていう動きに
今度は伸び上がるっていう動作を入れるだけ。簡単でしょ、グラトリ。簡単。どうも、星野文香でした。どうも、赤川俊太でした。ありがとうございました。ありがとうございました。とても勉強になりました。これめっちゃ良くないですか。めっちゃいい。